大丈夫だ。準備は。I'm prepared。そうか。ほな、入り。来たな、キリュウ。ああ。セラから電話があったんだな。そういうこと。牧村誠の引き渡しは椿園の弁天やって料亭でやる。弁天。椿園の弁天や。ああ、そこの座敷でこれからセラと会う。周りに異常がなければその場で牧村誠を渡される。これからすぐか。嫌にバタついてるな。町中女を狙う連中で溢れてんだ。そんなお行儀よくことは進まねえよ。牧村誠は自分が殻の一つを相続してたこと、セラに聞かされて初めて知ったらしい。土地の元の持ち主だったじいさんが2年くらい前に死んでんだが、その時には誠はもう家出してた。家出？ああ、それで誰にも居場所が長いことつかめなかったんだ。しかもその後何があったのか、彼女は目が見えなくなった。そんな不幸続きの中、相続することになった一坪10億、神様がかわいそうな子に手を差し伸べたってことか。そこら中からヤクザに狙われるっておまけつけだがな彼女が神様に感謝してるか聞いてみるといい。いや、聞くまでもね。彼女もここ何日かずっとヤクザに詰められてたらしい。周りで死人も出てるってよ。何にしても土地に執着もねえし、さっさと手放したいそうだ。そうか。よし、それじゃいいか。女連れ出す段取りはこうだ。まずお前が弁天屋の中で女を受け取る。俺はその間外で店に出入りする客のチェックだ。で、弁天屋を出たらまず京都まで行く。そこから先は新幹線だ。新大阪から乗るのは危ねえってことか。一応の用心だ。近くの駅は渋沢や近江の連中に見張られてる可能性がある。ああ。なあ、桐生君、お前はこの時のために立花不動産に入ったようなもんだ。いよいよしっかり働いてもらうぜ。何が起きても牧村誠を守りきれ。殻の一つぼさえ手に入りゃ風間の親分さんを守る道も見える。The Ben Ten Inn。 ここが椿園。あんまりキョロキョロすんな。いいか、俺はここで怪しい奴が店に入ってこねえか見てる。分かってる。また後でな。立花不動産の桐生さんです。日経連の世良だ。座ってくれ。立花不動産の桐生です。前から風間さんに聞いてた。それにお前の今の状況も全部承知してる。ただ今世間話の時間じゃない。こちらが牧村さんだ。立花不動産の桐生です。牧村です。お世話になります。もう一人、織田という者と私で神室町までご一緒します。護衛ってことですよね。ええ。私は
祖父が死んだことも今まで知らなかったんです。祖父の聞いたこともない土地のせいでこんなことに巻き込まれて。お察しします。この間私を守ってくれた人も殺されました。 Rest in peace, Lee。 ずっとお世話になっていた人が。お金なんてどうでもいいです。早くその土地を手放させて。お願い。わかりました。立花さんによろしくな、桐生。ええ。失礼します。それじゃ。Well, that was an easy handoff. Isogeo, hey! Hayaku koi! Ima no koi? Douka shimashita ka? Nani shiten da? Hayaku nore tte! Ikimashou, Makimura-san.どうした？いや、わからね。申し遅れました。キリュウの同僚で踊っています。あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。桐生、右車線、後ろの車。うん。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。What's with the doilies on the seat? Also, uh-oh. スピード上げてきた。Uh-oh.気づかれてた。おい、飛ばせ。はい。何が起きてるの？Oh shit.Get your damn head down, bro. Kiryu, kore tsukai. Omae, nande konna mon? Itte ru baai ja nee daro. Sassa to uchi makure. Oh man.Heat I left bumper, move with left stick, shoot YX A to reload and hide. Heat gauge slows down the action, using it depletes the heat gauge shown under your bar. Withdraw in the car to reload, hold A to stay in the car. While inside Q, you will not get hit, but the car will take damage instead. It's game over if the car's HP reaches zero.Q
He's a murderer now. Oh my god! Where's the damn cops at, yo? Looks like they turn red. Kiryu's a mass murderer. Ooh, headshot. That guy has a bazooka. They're very serious about wanting her dead. Ouch. This is so over the top. Get the bazooka! No! Oh, this is a very hearty taxi cab. Holy shit. I did not. I thought that was just gonna destroy me. Did like 10% damage. Come on. Keep on killing. Oh no. Oh shit! He got a Gatling gun! Whoa, don't fall out! Oh, I hit the wrong button! Oh. We made it! Dude, I just shot an RPG out of the air. Reload! This game wasn't over the top enough before. We've hit peak silliness. Get him! Shoot the chopper down! Oh my god! Aw, Kiryu, you looked! You're supposed to be a cool guy and not look at the explosion. Oh my god. I thought some of the side stories were silly. That was ridiculous. Kiryu is now a mass murderer. And the cops don't exist. しばらくここに隠れる。ちくしょうめ。渋沢はどっから俺らのこと気づいてたんだ。落ち着けよだ。彼女が不安がある。ふざ、それが何だ。私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ。何やってんだお前。オールズ losing his shit。下の様子を見てくる。
怪我してないか、痛むところは。桐生さんでしたよね。ああ。小田さんのことで聞いてもらいたいことがあります。何？私は多分あの人を知っています。え？やっぱ気づいてたんだ。小田、動くな、キリュウ。動くなっつったんだ。何してんだお前。悪いけど、俺はこの女を立花社長に会わせるわけにはいかねえんだ。なんだと？だから、お前らには死んでもらうしかねえ。おお。Shit, dude. 大丈夫か、牧村さん。その杖は？セラさんから万一の護身用にって。でも立花不動産の人に使うことになるなんて。どういうことなんだ、小田。なんで裏切った？あんたは立花の兄弟分じゃなかったのか？桐生さん、その人の左腕、入れ墨が入ってませんか？コウモリの。織田。お、he has one too。人の声聞いたときに、もしかしたらって。何なんだ一体。私は2年前その人に監禁されて売られたんです。何？どういうことだ。言葉通りの意味だ。その女にしてみりゃ俺は殺しても殺したりねえってやつだろうさ。だから俺ら二人とも殺すってのか。立花と彼女を合わせられねえってのは何だ。意味がわからねえ、オーダー。どういうことなんだ。一から説明しろ、オーダー。わかったよ、話す。この入れ墨は俺が頭張ってたグレン隊のメンバーの証だ。俺が大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは5年前でね。それ以来この町で金になることなら何でもしてた。盗みもやったし叩きもやった。女騙して売り飛ばしたのも一度や二度じゃない。その女もたまたまそのうちの一人だっただけだ。それが立花とどう関わってる。俺が立花さんと出会ったのはそれからほんの少し後のことだった。あの人は You got both hands。 力でねじ伏せた男だ。
差がありすぎて敗北感さえなかったよ。そしてその力が底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ。俺はあの人に兄貴になってくれって頼んだよ。俺らの入れ墨も入れてもらった。プライドもクソもねえ。あの人を見越しに担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに立花さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は立花さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。だがよ、そう思った矢先だ、俺は立花さんと一緒にあのことを知っちまったんだ。テレビで中国残留孤児の特集番組がやってて、そこに何年か前の古いニュース映像が流れた。日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だった。その子の姿見てすぐに思い出した。俺が最近韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。年頃も合う。それだけなら笑って済ませるとこだ。でもよ、母さん、シャオチャオ、信じられなかったよ。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は、俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだ。Well, that's awkward. Makimura Makoto ka. Tachibana no imoto. Honto nan desu ka? Sono hanashi. Kono go ni oyonde. Uso wa tsukanei sa.取り返しがつかなかった。いくら過去のことでも立花さんは俺のしたことを許しはしねえだろう。なら俺がやれることは二つに一つ、破滅を覚悟で社長にあんたを会わせるか、もう一つ、あんたの存在をなかったことにするか。それがお前が大阪についてきた本当の理由か。ああ、俺の他に誰も俺がその女を殺す動機を知らない。渋沢組か近江連合に殺されたといや、俺が疑われることはねえ。けどそれももう終わりだ。おい、こっちだ。ここから上に上がれるぞ。渋沢組だ。くそ。小田さん、立てますか。は？早く逃げないと。あんた。まだ俺と一緒に逃げる気か。たく、どこまでおめでたいんだよ。キリュウ、銃くれねえか。俺が奴らを足止めする。何？俺はこの怪我だ。どうせ死ぬなら立花さんの役に立って死にて。オーダー、虫のいい話だけどさ、あの人に俺がそう言ってたって伝えてくれねえか。俺は本当に立花さんが好きだったって。
伝えとく。だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ。かもな。桐生さん、小田さんは？頼む。今は何も言うな。ありがとうよ、キリュウ。おい、あそこだ！あんたは俺が守る。必ずだ。はい。女渡せや、キリュウ。どうせてめえはここで終わりだ！Let's go, boys! Bonk!Hey, stop trying to drop kick her. What the fuck? I just threw a guy at a guy. Stop it! Leave her alone! Oh, God.Bro, take it easy. This guy needs to chill. Oh, shit!To deal with the fucking circular saw guy. Good. Circular saw guy is down. Meow, helicopter!Ouch! $11 million, dang, these guys are loaded. Yeah. Aw, rest in peace, dude.女どこだ。わかりませんよ。もう立花を裏切って俺についたんじゃなかったのか。なんですぐ俺に女を落とさなかった。
でしょ。せっかく女はソーテンボルにいるって教えてやったのに、もっと早く女捕まえてくれてりゃ俺は大阪に来るまでもなかった。鬼神会の西谷ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。まあ下手打ったのはお前もだ。何もしねえから安心してくれ。目立たねえとこに泊まりたかっただけだ。分かってます。兄は今どんな人ですか？普段はえらく冷静な感じだ。それに頭が切れてめったに感情を出さない。そう、私の知ってる兄とはだいぶ違う。あんたはいつからあいつに会ってないんだ？10年前、私は10歳で兄もまだ15だった。なのに兄さんは私と母さんを捨てて日本に、大阪に行くつもりとまでは聞いてた。そっか、だからあんたはソーテンボルにいたのか。橘を探すために。うん、2年前、東京から家出してソーテンボルで、私中国人を見たら兄を知りませんかって聞いて回ったの。でもその中にコウモリの入れ墨の男が。小田か。あの人は私の探している兄に心当たりがあると言ってた。それでついて行っちゃったの。けどさっきのあの人の話だと、あの時兄を知っていると言ってたのは嘘だった。本当バカみたい私。それでもあんたは今度こそ兄さんに会える。カムロ町でな。兄がどんな風に変わってしまったのか少し怖い。私の知っている兄は強い人じゃなかった。中国にいる時、私も兄も日本人の子だっていじめられてた。映画館で暗くなるとね、周りの席からみんなが唾かけてくるの。上映中ずっと私も兄も怖くて動けなかった。兄は自分の身を守るためにマフィアになるしかなかったんだと思う。そして中国を出たの。私の方はそれから何年かして日本に祖父がいると分かった。母は堂々と中国から出られるってすごく喜んでた。私も同じ。ただ日本の祖父が優しく迎えてくれたのは最初だけ。え？だって家族なのに全然言葉が通じないんだもん。だから私は中国語を忘れるくらい日本語を勉強して、祖父にも日本にも馴染もうとした。でも母は日本語を覚えられないまま自殺しちゃった。最近まで私のこと助けてくれた人たちも、一人は殺されて、一人は
もうどうしてるかもわからない。私の人生ひどいよね。なんか、ああ、ひどいな。長いこと暗い道を歩いていると、この先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってるやつなんてこの世に一人もいねえ。俺らにできるのは立ち止まって泣くか、一歩でも前に進むかの二つだけだ。あんたはどっちでも好きな方を選んでいい。入り口までは俺が案内してやる。私、カムロ町に行きます。兄に絶対に会いたいんです。だから私を連れてってください、キリュウさん。Chapter 13. Dude, that's a big bonus. Worth 8 high-end German cars. Dude, she's had a rough go of it, man.